こんにちは、にじこです。風さんのツアーも渋谷2日が終わって、今日はちょっとお休みって感じかな。休まれてるかな。明日また群馬、そして長野と続きますもんね。そしてあの角州さんがね、ズッツさんの紛争で行かれたようですが、残念ながらズッツさんには会えなかったみたいでね。でもなんかそっくりな写真がツイッターに上がってましたね。でなんかあのどうもお客様が、あのズッツ、角州さんによると、あの男女半々ぐらいな感じで、で学生くらいの若い男性がめっちゃいたと。もっと昭和だと思ってたので意外だって書かれてますけど、ねえ、そうだったんですね。やっぱり新しいファンの人が本当に増えたんだろうなって思いましたね、これ見てね。あの私、武道館があの風さんの最初のライブだったんだけど、あの時は若い人そんなにいた印象がないんですよね。なんか割と年齢層高めで、やっぱり男性も多くて、あのおじさんっていうのも失礼だけど、まあね、そんないい感じの年齢の方々もいっぱいいて、なんか落ち着いた感じでしたよね、そう全体に。だからやっぱりあの報道ステーションの後だったんで、あれを見て応募して来られた方もいたみたいだけど、まあでも報道ステーションって見る年齢層がそう若くないですもんね、多分ね。だからやっぱりYouTube から知ってるというファンとか、やっぱりそのちょっとまだその全国区って感じではなかったから、知る人ぞ知るだったから、本当にコアなファンっていうのかな、まあなんていうのか、その、まあ、YouTube からみたいな人が多かった時かなって気がするんですよね。でまあアリーナの時もなんかすごい若い人多いなと思って、でこう会話から聞こえてくる感じが、あ、最近ファンになった方たちだなって思ったんですよね。だから一気にね、やっぱりキラリの影響かな、キラリの後ですもんね。一気に増えたんでしょうね、若い人がね、全国区な感じになって。でまた今回もね、紅白もあったし、もう若い人がね増えるということはいいことですよ。これからの時代を担う人たちですからね。そういう人たちが風さんを知るってことは本当に、素晴らしいことですよね。はい。でね、角州さんも楽しまれたようで、なんか感動の言葉がツイートされてましたが、いいなってやっぱり思っちゃうねいいなってね。でもいいんです、もう私は吹っ切りましたまあトレードはね、ダメ元で出しますけども、なんか気持ちは本当吹っ切っちゃったっていうか、映像を見せてください、お願いですからって感じです。はい。そしてズッツさんがまたまめに書いてくださいますね。本当にこんなに毎日のように書いてくれるなんてね。藤井風アプリのズズさんのスタッフダイアリーね、ちょっとまた読ませていただきますね。 AAHT 旅日記その4、マネージャー河津、2022年5月26日。こんにちは。本日 AAH2 ツアー5日目、 LINE キューブ渋谷。今回のツアーではおじさんスタッフたちが大奮闘しております。まず舞台感覚監督のひろち、おじさんって若いじゃないですかねえ、なかなか男前の監督さんで、この男って字がこの男、新潟公演の仕込み中にぎっくり腰になり、這いつくばりながら現場を遂行し、翌日 YouTube でぎっくり腰を直す動画を見まくって自力で直し、渋谷公演に体を間に合わせてきた本物の男なのです。
すごいですね、漫画みたい。かっこあの日は何だったのかというくらい今ピンピンしてます。すごいですね。へえ。いやもうだからやっぱ責任感と何としても遂行せねばっていうその勢いでもうなんか自力で強引に直してしまったんでしょうか。すごいですね。いやでも責任感が多い人腰に来ること多いですからね。いやさすがですね、かっこいいです監督ね。よかったです、今ピンピンしてて。うん、そう、男といえば風さんもこんなエピソードがありました。うちでご飯を食べるときはもちろんですが、現場でお弁当を食べるとき、打ち合わせで外で食事をとるとき、いつでも風さんはお残しはいたしません。隣の人が残そうもんならそれもすべて風さんが食べてしまいます。かっこお肉以外。ある日撮影スタッフでお昼のお弁当をオーダーするとき、量が多いことを気にして好きなものを頼むのを躊躇しているスタッフを見て、残したら俺が全部食べるから好きなもの頼めばええやん、かっこお肉以外。かっこいい、かっこいいねえ。さあ本日はどんなアロンアットホームになるのでしょうかってね。本日も素晴らしかったようですね。うん、そうなんだ、風さん男ですね。いや絶対残さないんですね、フードロスをしない。もうお米の一粒一粒に、なんだっけ、なんか言いますよね、残したら目が潰れるでみたいな、よくおばあちゃんたちが言ってたみたいな。うん、でもそういうね、ちゃんとやっぱりもう全てのものにこう敬いの気持ちがある風さんだから、やっぱり食べるものもね、残すなんてっていう、そういう意識なんでしょうね。全てありがたくいただきますというね、そういうことなんでしょうね。うん、隣の人のお残しも食べてしまうね、お肉以外。それで量が多いことを気にしてるスタッフに、残したら俺が全部食べるから好きなの頼めばええやん、かっこいい。ねえ、もう惚れてまうやろってやつよねこれね、本当に。そうなんだねえ、もうそれでいてこんなに細くいられるのがまた何でしょうって感じですけど、うん、そっか。いやまたでもこういう話からも風さんのその生きる指針というかね、そういうのが伝わりますよね。うん、でそういうことをねちゃんと伝えてくれるズッズさんも本当にありがたいです。うん、こんなことまでね、うん、本当に嬉しいですよね。いやでもなんかそういえば湯川玲子さんもいらっしゃったそうですね、今日はライブにね、抽選に当たったんですね、ラッキーガールですね本当に。うん、いやそれでどなたかがわしはなんだっけ、わしは違う人じゃないみたいな、特別じゃないみたいな、違う人と思わんでくれみたいなことを言われたとかなんとかっていうね、そういうのを見かけたんですけど、なんかその言葉であーって思ったのが、ヤッフルさんとのラジオの対談の時もね、なんか陽キャでふざけた人間なんですよわしはって、だけどなんかね、そのちょっと特別になんかちょっと、見られた感があって戸惑ってるみたいなこと言ってたけど、なんか本当に戸惑っちゃってんのかもしれませんね。なんか風さんにとっては当たり前のことなんですよねきっとね。前になんかその いつもその名言のように吐く言葉があるけど、それで驚かれるけど、驚かれることに逆に驚くみたいな、そんなようなことも言ってたことがあったと思うんですけど、当たり前だから自分にとって、だからそれを驚かれたりそれを称賛されたりすると、なんでって
戸惑っちゃうのかもしれませんね、うん、でなんか天才とか特別とかって言われると、みんな一緒なのにって、特別と言ったらみんなも特別だしね、そうで、たどればみんな本当は一つだしみたいなね、そんな思いがあるのかななんて思いましたね、うん、まあ、あと天才ゆえの孤独っていうのもあるのかなって思ったり、あの天才って言い方すると風さんは嫌がるかもしれないけれど、まあいろんな人が言うじゃないですか。なんかやっぱりもう天才って言った時点でちょっと自分だけ特別視されて、ちょっとみんなとのこう乖離を感じてしまったりとか、うん、そういうこともあるのかもしれないですね。まあ分かんないけど、あのみんなと違うって思わないでみたいなことを言われたということなんで、まあちょっと言葉は違うんだけど、そんな意味合いのことをね、うん、みんな一つ、みんな一緒、うん、それは間違いないですもんね、風さんがいつも言うことだけどね、うん、もうあの祭りなんてまさにあの祭りでこう、祭りって世界中にあるじゃないですか。で祭りでこう例えば一晩中踊ってるとか、なんかもう2日3日もう寝ないで踊り狂うとかってとこもあったりするじゃないですか。もうあれはもうトランス状態っていうか、ゾーンに入ってるっていうか、まさにその時ってもう自分も相手も人も他人も何もないっていう、本当に一つっていう、そんな状態なんじゃないかなって思うんですよね、うん、祭りにそんな思いを込めたかどうか知りませんけど、風さんの祭りにね。でも、うん、毎日が祭りで、でみんなそこで踊ってる仲間で、うん、一緒だよっていうメッセージもあるのかなってちょっとやっぱり思いますね、うん、みんな一緒だよね、うん、はい。でね、あのもう本当になんか32箇所だっけ、なんかそんなにね大変なと思ったけど、意外に風さん軽やかに駆け抜けてるような印象なんですけども、軽やかに見せてるだけでしょうか。なんかね、あのその場でリクエストに答えるとかね、そんなことなかなかできる人いませんもんね。もう何が来るか分かりませんからね。だから分からない曲があったらその場で調べてなんかやっちゃうとかね、すごいね、うん、やっぱりねちょっとすごいねとは思っちゃうよ、うん、それは思っちゃいますよ、うん、まあちょっと一日ゆっくりしてね、次に備えてほしいですね、うん、いやそれにしてもね、ズッツさんね、昨日はあのパーカー騒動でね、トンチンカンな風さんってそして今日はあの男藤井風というね、男前な食べるものを残さないというね、もう下げてあげるみたいないやトンチンカンな風さんは別に下げてはいないんですけどね、いろんな面があるよっていうことをこうやってね、軽やかにコミカルにね、本当になんか文才の風さん、あ風さんじゃない、ズッツさん の豊かな文才でね伝えてくれるのが本当に嬉しいです。うん、いろんな面がありますからね、まあ誰でもそうだけど、うん、はい、ということで、まあとりあえず何箇所 1,2,3,4,5 回やったのかな、お疲れ様でした。ちょっとお休みしてまた群馬長野とね、走り抜けてほしいですね。はい、ということでありがとうございました。ではまた。